どうも皆さんこんにちは、ケツン中継でございます。ということで、今日か昨日の夜ぐらいですかね、フォートナイトに対して、PUBG が、訴訟をしていたっていうことを私前回取り上げたと思うんですけども、それが、取り下げられたらしいです。はい、なんか急にやっぱ裁判やめますってなったらしいですよでちょっとこの件に関して喋りたいなと思うんですけど、まあぶっちゃけなんでやめたかは、公表されてないらしいんですよ。なんかこうノーコメントみたいな感じらしいんです。で、もともとこれなんで裁判やったかっていうと、まあ皆さんね、フォートナイトがパクリだから PUBG が訴えたみたいなことをね、思ってると思うんですけども、実際は違います。それは前回でも喋りましたけど、フォートナイトの企業さんが、まあ、そのゲームのエンジンみたいなのを作ってて、で世界中のいろんな有名なゲーム会社がそのエンジンをお借りして一緒にこう頑張ってものづくりをしているっていうのが基本スタンスなんですけども、まあ、いろんな企業がそこのエンジンを借りに来るから、嫌がおうでもそのフォートナイトを作っている企業にアイデアが、世界中のゲームのアイデアが集約してしまうと。で、知名度の低いすごいマイナーな企業とか、あんまり力を持ってない企業とか、その抜群のアイデアを持っていたとしても、結局まあそのフォートナイトを作っているエピックゲームスのところにアイデアが集約してしまうので、まあそのアイデアをまあお借りした形で、ある程度消化した形で新しいゲームを出してしまえば、絶対にまあ資金力とか知名度とかもエピックゲームスの方がすごいから、マイナーな企業の優れたアイデアが持ってたとしてもこっちが売れるんじゃなくて、結局こっちが売れるのではないのだろうかと。で、そのエンジンを貸してる側やから、意図的にそのエンジンのサポートをおろそかにされてしまったりとか、そういった恐れがあるんじゃないだろうかという、まあその今のゲームの世界の企業体質の憂いみたいなのを持って、まあ、裁判したっていうのが一因なんですよ。だから、パクリとして訴えたわけではないんですよね。で、実際 COD とか、バトルフィールドとかでバトルロワイヤルモードが採用された時には、PUBG の開発者たちがもうウェルカムって、おーいいよいいよ来て来てって言ってるぐらいなんですよ。で、開発者たちもバトロワをバトロワという、新しいジャンルを我々で独り占めするのではなくて、みんなと一緒にこの業界を盛り上げていきたいと、このジャンルを盛り上げていきたい、ただし、まあ、参入するときには PUBG の丸パクリだけはやめてくれよと、なんか新しいなんかこうスパイスみたいなのを入れて完全に消化した別のものにしてくださいねっていうのを言ってるんですよ。だからフォートナイトはね、がっちりハマってるんです。うん、まあ荒野行動っていうやつは、まあちょっと NG ですけどね。うん、まあでも荒野行動やってる人たちはね、心配しなくていいですよ。あれ潰れることありません。もうほんとね、裁判伸ばし伸ばしで。ずっとね、あると思うんで、まあ大丈夫やと思うんですけど。まあそんな感じの流れの裁判だったんです。ただ、やっぱり、きちんとその裁判っていうのを把握せずに訴訟っていうのが一人歩きして、まあ、荒野行動の一件もあって、フォートナイトにもなんかこうパクリで裁判かけたんやろうっていうね、人たちがね、多かったと思うよ。だから、すごいね、PUBG にね、ネガティブなイメージがついたと思うんです。で、さらに、フォートナイトにはバトルパスっていう、仕様があって、これ何かっていうと、まあ、ワンシーズン、ある程度の期間、そのバトルパスを購入したら、まあ、ミッションとかをクリアしていくと、そのバトルパスを購入した人にしか手に入らない限定のこのスキンとか、まあなんかこうエモートみたいなのが手に入るよみたいなやつなんですけども、まあそれとほぼほぼ同じ似たようなやつを PUBG も採用したんですよ。だからまあ言っちゃえばね、逆にパクリもしてるわけ。うん。でまあなんかそんな感じでやってて、まあなんかこう持ちつ持たれてたし、なんかもうネガティブなイメージついちゃったから、もうやめるよっていう感じなのかなと思いました。はい。だから PUBG はこれからがね、大変だと思いますよ。やっぱり一回ね、ネガティブなイメージがついたらなかなか払拭しにくいじゃないですか。だってみんなベッキーといえばって言ったら多分ね、あれが出るでしょもうなんかね、一回ね、ついちゃうとね、もうダメなんですよ。まあ、YouTuber とかでもそうですよね。今は、ヒカキンさんはすごいなんかこう、YouTuber の元祖ですごい神みたいな感じで崇め立てまつられてますけど、5年前とかはもう本当にアンチの方が多かったっていうぐらい、もう毎日低評価だらけで、すごい暴言めちゃくちゃ吐かれてたじゃないですか。なんだこれクソもんねみたいなこと言われてて。で、そういったイメージを払拭するのに、あの人はなんか、まあ、6年ぐらいかかってるわけですよ。もうそんぐらいね、長い期間がね、かかってしまうわけよ。払拭するだけで。だから PUBG はすごいこの一件でなんかこう世間的にネガティブなイメージを植え付けてしまったと思いますし、まあ、この件で、まあ、嫌顔でもフォートナイトと比べられてしまうことになると思います。で、フォートナイトは今月300億ぐらい売り上げ出してて、で公式大会とかも100億円とかかけてるんですよ
なんか今度モンストの大会とかあるらしいんですけど、優勝賞金3000万とかですよ。あの、フォートナイト100億円ですからね。あ、優勝賞金じゃなくて大会のあれがね。やばいでしょ。もうすごいんですよ、フォートナイト今。ぐんぐんいってるんですよ。で、逆に PUBG は、フォートナイトのバトルパスみたいなのを、システムを導入することによって、売り上げ上がってるんですよ。もうね、フォートナイト様々なわけ、今。うん。だからやっぱり、もう今、フォートナイトがすごい勢いがあるから、もう、その、訴訟とか、すると、もう、あからさま、こう、ネガティブなイメージがついてしまうからね、下げたんだと思います。はい。ということで、裁判の一件でした。どうも、ありがとうございました。